今回はバージョン2コーチの選び方で計略な気合戦法にやったノーマル1クラタを紹介するよ。計略は地域3の団体強化で武力プラス4、ダメージの8割がアタメージになり回復量が上がる。この回復量が強くてチームカウントあれば 50% くらい、効果時間は永続。同じ1分の3剣豪で特に先人復活を持つと佐野坊正俊が登場してからスペックで採用する理由がなく、計略も以前は強化戦法とかなり苦しい立場にあったからエラッタで良い計略を手に入れて救済されたのは良かった。三国志大戦の頃に顧問省庁が登場し立場を失った暗顧問修僧と同じ方向性のエラッタで、計略も前世紀の修僧と同じ時期3武力プラス4永続、回復力は修僧以上、最後まで高い乱戦力を確保できるし、息を落とすために計略を使わせても指揮宿の優秀さ、じっくりとロースコアの試合をするのに向いたかなり優秀な計略になったね。前世紀の修僧同様にバラデッキで序盤から試合終了まで盤面を有利にできる、死にながら1コスタとは思えない活躍が可能なカードになったよ。余談として名字は池内ではなく池で、名前がクラタ、A の表記だとファイアーエムブレムやスマブラのアイクと同じ読みになる感じかな。私は生きているのですね。よくぞ我慢した。今こそ鳥が鳴き天へと飛翔する時である。撃ち抜け、逃げるぜ。敵の手にはかからない。そんな、かかれ、取った、やるぜ。流派発動、見ろ方、まだ時ではない。取った、息子を頼む。流派発動、三の方、取った。私はやるぜ。生きているのですね。月はあっちにあんのかよ。かかれ、よくぞ我慢した。今こそ鳥が鳴き天へと飛翔する時である。攻勢に転じる。やるぜ、クズが。真空刀をなめんなよ。打ち抜け。貴様も道連れにしてくれる。やれ、速
俺はもっと強くなれる。打ち抜け。今回は3試合やるわ。よろしい、我が輩が相手しよう。ブブブブシュー、かかれ。これが俺の全力だ。行け。縄文を突き破れ。一の方、吐いた唾飲むなよ。隙はあっちにあんのかよ。クズが遅い。それでならヒナも鷹の目をえぐる。かかれ。行け。かかれ。息子を頼む。危なかったな。これ式やるな。撤収する。行け。公正に転じる。最後まで陣頭に立つさ。
入りますね。流派発動。三の型。落ち抜け。抜け。打ち抜け。流派発動。見ろ方打ち抜け。打ち抜け。真空刀をなめんなよ。せでならヒナも鷹の目をえぐる。かかれ。かかれ。そんな。危なかったな。隙はあっちにあんのかよ。貴様も道連れにしてくれる。行け。やるぞ。やる。遅い。打ち抜け。撤収する。行け。クズが。やるだ。私は生きたいですね。流派発動。二の方。最後まで陣頭に立つ。なんだこれ式。打ち抜け。クズが。行け。打ち抜け。戦機解打ち抜け。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれ。クズが。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれ。貴様も道連れにしてくれる。天が揺らぐ。打ち抜け。チェクズどもが。打ち抜け。打ち抜け。最後まで待ちこたえたね。強い、強くない。今回はもう一試合やるよ。
よろしい、我が輩が相手しよう。もう心残りはない。突撃、あとは頼んだぞ。突撃、はっ、これでいい。打ち抜け、チェクズどもが。突撃、かかれ。絶対に戻ってみせる。かかれ。息子を頼む。流派発動、一の方月はあっちにあんのかよ。そんな、俺様以外は馬を降りろ。今度は負けねえぞ。かかれ。攻勢に転じる。これが俺の全力だ。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。なんだこの式。私は生きているのですね。突撃、流派発動、二の方。あとは頼んだぞ。かかれ。これでいい。突撃、我を退ける。心に残りはない。息子を頼む。旅立つ前、最後の剣を解くとみる。神宮島をなめんなよ。かかれ。月はあっちにあんのかよ。かかれ。かかれ。攻勢に転じる。あとは頼んだぞ。はっ、はっ、かかれ。なんだこれ式。自分の進むべき道は心で決めなさい。もう心残りはない。
真空刀をなめんなよ。流派発動。三の型クーズが来る。打ち抜け。危なかったな。これでいい。我を退けるか。攻撃あるのみ。突進。真空刀をなめんなよ。何度でも何度でも私はお祈りします。もう心残りはない。まだまだ。ご視聴ありがとうございました。